はい、アンディです。またです。村さんと連続でお届けしております。はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。今回のテーマなんですけども、はい、はい、あなたの写真上達を教えてくださいっていう、はい、まあ、言って村さんは一応独学ですね。はい、独学です。そうですけど、はい、まあ、ずっとこう写真教室行ったとかでもなくないです、写真を上達していて、はい、でさらにまあ仕事にもしてるっていうこともありまして、はい、まあ、ぜひちょっとじゃあどうやってこう勉強してきたの、上達してきたのって、はい、話をちょっとしたいなと思います。はい、はい、戻ります。ありがとうございました。はい、あんまないっす。ないですね。いやでもちょっと待ってくださいね、はい、多分撮りたいものが何かによって全然変わると思うんですけど、うんうん、そのなんか露出の関係値とか、はい、ISO とかシャッタースピードとかなんか仕組みをまず勉強するっていうのは必ず必要だなと思いますと、はい、で撮りたいものになるまで撮り続けることかなと思いますね。撮りたい絵とかイメージしてる明るさとか、はい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 、それをレタッチしてそうじゃなくて取って出して自分の思った通りの、ね、近いイメージが出るまでいろいろセットをいじくり回したりとか場所を変えたりとかして撮り続けるバツバツ、はいはいはい、研究しながら、うん、そういうのは必要かなと。なるほど。まず思いますと、うん、であとは足を使った方がいいですよと思います。足を使った方がいい。はい、まあ、単焦点使ってる方に限っちゃうんですけど、はいはい、まあ、ズームレンズでもいいんですけど、まあ、24アジオとか標準ズーム使ってる方でも、うん、50ミリ、35ミリ使ってる方でもいいんですけど、はい、画角を作るときに、やっぱりその場から撮ることしかしない人が結構多いじゃないですか。なるほど。自分の足使って構図を作る癖をつけるとやっぱり一番いいかな。なるほどですね、うんうん、フットワークですね。やっぱフットワークね、はい、あー大事なやつですね。大事なスポーツでも、はい、ビジネスでも大事なやつですね。はい、すごく大事だと思います。いや、なんかいろいろあるんですけどレタッチの方とかもちょっと置いといて、うんうん、あとは結構僕写真展とか展を始めてから思ったことなんですけど、うん、撮ってデータにしたら別にビッグカメラとかどこでもいいんで紙にしてみてほしい。あ、はいはい、印刷をしてみると多分自分が思ったのが出てきた時に、はい、なんか新たに感じる部分って絶対あるはずなんですよ、うんうんうん、あ、もっとこここういう風にしたら自分の好きな写真になるかもとか、うんうんうん、思ってるよりもあれピントが合ってないとか、はい、でかくしてみたら、なんで印刷するって別に展示するしないかかわらず、うん、自分の部屋に飾りたくなる写真かどうかみたいなのを基準にして、なるほど、出してみると多分また別の視点が生まれると思うので、なるほど、はい、いいんじゃないかなと。ほうほう、が3つ目ですね、うん、で最後、うん、まあ、今回ちょっとこれだけにします、はい、最後これ究極なんですけど、はい、お金をもらって写真を撮ってみてください。あー、なるほど、はい、うんうんうん、これは別に仕事にしなくてもいいですよ。友達とかでもいいんですけど、うん、まあ、自分がこう写真を本当に頑張って勉強してやってて、うん、それでもっと上達したいとかなった時に、うん、まあ、どうやってじゃあお金もらって撮るのってなると思うんですけど、うん、お金を、まあ、1000円でもいいですよ、うんうんうん、2000円でもいいですよ。それをもらってその人を撮らなきゃいけないとか、うん、はいはい、その人が作ってるアクセサリーを撮らなきゃいけないとかだったら、うんうんうん、それをどうやってうまく撮ろうか絶対勉強するんですよ。あ、間違いないですね。無理やり、まあ、言ったら責任を負う。そう、そう、責任を負った状況下で撮影をするっていう経験を踏めば踏むほどスキルは絶対上がる。なるほど、なるほど。多分それが一番早いんじゃないかって僕は自分の経験だとして、全然やったことのない物撮りとか、あとはこの絵を撮ってください、うん、この雰囲気でここに影が入ってて、うん、ここに光の線が入ってる、でピントはここに合ってるようなイメージなんです、うん、この撮り撮ってくださいって言われるんですよ、はい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 、それをスタジオで自分でライティングをして、うんうんうん、どう表現するかっていうのも、はいはい、やらなきゃいけないってなったら、うんうん、事前にこう練習もするし、はい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 、研究もする。そうですね、はい、そういうなんか、まあ、皆さんに当てはまるかどうかわからないですけど、やっぱりその無理やりでも自分が勉強するとか研究する状況に追い込むことも僕の場合は必要だったし、やったことでなんかいろんな場面に対応できるようになったので、この4つ目っていうのはもしこれから先自分が写真撮ってて、なんかこうちょっとお小遣い稼ぎでもいいから、なんか写真を撮ることでお金をもらえるようにぐらいまではなりたいなと思ってる方がいたとしたら、はいはい、チャレンジするのはいいかな、うん、まあ、むしろ逆にマストかもしれないですね、はい、その仕事にするかどうかは別として、はい、まあ、アマチュアでもやっぱお金を、ね、はい、発生させることは全然できると思うんで、はい、まあ、責任感を伴う、はい、緊張感のある練習をするという、そうですね、
あ、最後あと1個ある。SNS とかに発信するのはみんなやってると思うんですけど、はい、実際に展示してみてほしい。これ写真展やっても思いませんでした、はい、めちゃめちゃ。これ間違いないです、はい、グループ展とかでもいいし、うんうん、なんかこうよくね、団体がやってる、うんうん、写真団体様がやってる、展示会とかに応募してもいいし、うん、なので行ってこう人目に直でこう生の写真を、うん、の見てもらうような場に出すってなると、それはそれでまた責任っていうか、なんか自分の中で変なもの出したくないみたいな生まれると思うんで、さらに勉強すると思うんで、それもやってみて損はないかなと思います。なるほどですね、うん、まあでも大事ですね、その見てもらうって結構やっぱ大事。そう、やっぱりなんか自分だけで好きでやるんだったらいいんですけど、うん、それはね、うん、それはそれだと思います、はい、全然楽しみ方の方法はね、そう、それぞれあるんで、まあ今上手くなりたいとしたらという意味で、上手くなりたくて、なんかちょっと人を取ってちゃんと対価をもらうとか、うん、そのお仕事につなげたらいいなとか、うん、そこまでを考えてる方には、なんか最低限必要なことかなみたいな感じです、ね、はいはい、なるほどっすね。フランスさんはなんか例えば憧れのこの写真家みたいに撮りたいみたいなので、うん、ベンチマークしてや、なんかそれを練習するみたいなことはやらない。やりました。あ、それもやるんですね。やります。あ、なるほど、はい、やっぱ目標がある方が。そうですね、好きだなこの人っていう人は結構何人かいて、うんうんうん、どうやって撮ってるんだろうから始めるわけです。あ、でもそうですね、はい、それで、あ、近いのができたのかな、あ、でも違うなっていうのはやりますけど、でもその人の絵を、うん、撮ろうとは思わないです、あんまり、はいはいはい、ただ、でもこんな撮り方があるのどうやってレタッチしてんだろうとか、今年はどうやってやってるんだろうっていうのは、やっぱそれをきっかけに勉強させてもらえるんで、すごくありがたい存在ですね、きっかけですね、はい、あ、なるほどですね、なるほど、はい、まあ、いろいろ出てきましたけども、さっといきましたよね、はい、ちょっとあのテロップは入れられたら入れときます。絶対入れないでしょ。絶対入れないじゃん。あの1個ぐらいしか覚えてないんですけど、僕に今じゃあまとめるとって言われても僕も覚えてないでしょ、うん、今僕も1回まとめようかなと思ったけど、ちょっとなんか3つ目ぐらいから忘れちゃったんで、もう1回見直してあのテロップでまとめ入れときます。多分でも足を使うとか言ってました。はい、そう、足は使うって言ってましたね。で、あとあのお金をもらうって言ってました。そうそう。足使ってお金もらう。まあでもなんか、まあ、どんだけ真剣に向き合うかみたいな。そうです、そうです。本当そうです。本当それだったっていう。まあ、それが参考になる方も、もちろんその楽しんでやってるって方もいると思うんで、別にその全てじゃないんです、うん、まあ、そういうやり方で上手くなる手があるよってことで。うん、今回お話を伺いました、はい、あとね、あの僕らでライカにご一緒のコミュニティをやっておりまして、はい、まあ、そこでフォトログとかもやってます、はい、でそこに、まあ、例えば南雲さんが来ていただいたりとかね、うんうん、なんかそういうビッグなサプライズ企画とかもやったりとかするんで、そこでちょっと学んだりとか ね、 そうですね、いろんなことを教えてもらったりとか、まあ、そういうこともいろいろやっておりますので、よかったら、チャンネル登録もそうですけども、あのコミュニティの方の概要欄チェックしていただけたら嬉しいと思っております、はい、といった感じで、はい、はい、じゃあまた次回の企画でお会いしましょう。